今使ってる、スティーズシャイナーですけど、まあ基本的にはレンジ 1.5 メーター前後まで探れるので、まあ、の水深を見て使うんですけど、特に有効なのがやはり今こうちょっと目に見える石積み、あるいは消波ブロックとか、そういったところのハードボトムを、引いてくるのに適しています。動きも本当に、派手じゃなくてタイトな、ロールアクションを持っているルアーなので、プレッシャーが、まあ、かかっている時とか、あるいは人が流した後でも魚を引き出せる、力を発揮できるルアーになってます。で、まあ、使い方としては、スピニングでもベイトでも OK ですけど、やはり、フルキャストを投げていただいて、着水後すぐにリトリーブ開始で、基本は、ただ巻きですね。こう石ボトムに当たりながらもゆっくりこう巻いていく、であるいはあまり小突きすぎるようですと、まあ竿をちょっと立てたりして、こう石の上あるいは障害物ボトムの上ギリギリを巻いてくるようなロッドワークで巻くのが基本です。でやはり、時期的によってすごい寒い時期なんかですと、こうボトムに当たった後ちょっと止めてあげる。でルアーはサスペンド仕様なので、しっかりその場でこうステイしているので止めてあげてまた巻き始める、そんなような動きを、加えると特に寒い時期は有効になります。その他と、まあ、軽いトゥイッチですね。基本こう最初にクッと潜らしてから軽くピュッピュッと左右に首を振るようなトゥイッチを加えても、春先なんかは特にリアクションでスパッと食ってくることがあるので、そういった釣りにも、適したルアーになってます。やはりシンプルにただ巻きでしっかり泳いで釣れるルアーが好きなので、ですから本当もう本当投げて巻くだけで、あとは大事なのはやっぱりこうまっすぐにルアーが泳いでくるのことだけなので、ですから本当シンプルに投げて巻いて釣れる、まあそんなルアーを作ったので、本当シンプルに使ってもらえるのが一番いいかなと。基本的に、メインになってくるのはやはり、水温が下がってくる時期、やっぱり10度とか、まあ、10度境目ぐらいに、まあ、内物系のルアーからこういうちょっと巻物系、中でも、シュレットが小さくて、タイトな動きのものに変えていくことが多いんですけど、まあ、本当これから今の時期っていうか秋からね春先ま で、まあ、夏でも全く釣れないことはないんですけど、まあ、夏は夏でバスの動きが良くなるので他にもっと有効なルアーがありますけど、特に冬の時期、寒い時期はぜひもうこのシャットを巻き倒すことで間違いなく、結果を出せるので、もう特にやはり冬から春にかけてのもうなくてはならないルアーかなという感じですかね。 SR バージョンですね。まあ、基本的にはこの上のサイズ、この上というかこう潜るサイズ MR とほとんど変わりません。で唯一変わるのがやはり、探れる深度、潜航深度ですね。MR に比べて、まあ、50センチぐらい浅いレンジを探るのに適しています。なので基本 MR で探ってもらって、こうリトリーブしてきた時にあまりボトムをこうリップがタッチする感じが強すぎる、あるいはすごくゴツゴツ引いちゃう、そんなような時にはこの SR バージョンにチェンジしてもらって、うまくレンジコントロールを使ってもらえれば、いいのかなという、そんな感じですね。ですから、まあ基本船でやる人はやはり逆に本当岸際の浅いエリアで、逆に岸からやる人は岸沿いですとか、
特に霞ヶ浦とかそういう、遠浅なエリアで石が入っているエリアなんかはこの SR バージョンをこう引いてあげることによって綺麗にボトムをトレースすることができるようになります。そんな感じで使い分けてもらえるとこの SR も非常に、浅いレンジで使えるルアーなので、特に浅いところに魚が入っているときはおすすめの一つです。でね、飛びもバッチリで、まあ、基本スティーズバイブはね、4種類あります。で、7センチ2ミリのタイプと6センチ5ミリのタイプですね。これに、ガラスのラトルが入ったものとサイレント、これで合計4種類あるんですけど、まあ、特徴がね、やはり綺麗なシミホール、まあ、沈む時にこうゆらゆらとシミホールしていく沈み方と、あとはやっぱりウィードの抜け、それから障害物の抜けっていうのがね、まあ、ボディバランスがすごく良くて非常に抜けがいいです。で、まあ、ガラスのねラトルっていうのは、まあ、それぞれがすごく一つ一つのね、ラトルがちっちゃいんで、まあ、非常にねベイトフィッシュが多いような状況とか、まあ、そういう中でテストでもねすごく、まあ、そのサウンドが効いてるっていう実績があるんで、まあ、この辺りがね、ガラスラトルの特徴になります。で、まあ、もちろんサイレントタイプっていうのもラインナップに入れることで、まあ、音のあるなしで状況によって使える分けることもできるんで、まあ、本当にね、すごく使いやすく、さらにまあ釣れるバイブレーションになっているので、まあ、ぜひ使ってみてください。ニュースティーズバイブ、このスティーズバイブには、2タイプありまして、緑目のタイプが一応中にガラスラトルが入ってます。だちょっとこう乾いたような音がするタイプになってますね。でもう一個の赤目のタイプが一応サイレントタイプになってます。で両方とも、まあ、今のダイワのバイブレーションずっとこう最近こうシミフォールっていうのがずっと流行ってるんですけども、両方ともそのシミフォールをするようにデザインされてます。で基本はもう本当に通常のバイブレーションみたいにこう投げて巻くっていう動作でいいと思うんですけども、せっかくねそのシミフォールっていうアクションが備え付けてあるんで、これはね結構もう本当に簡単な使い方でキャストしてもらって、でとりあえず一旦ボトムまでつけてもらうと、であとはですねもうロッドワークでこうプルプルっと上げて、でこうロッドを上げたままちょっとラインテンションをかけながらフォールさせてもらうと、バイブレーションがこうふわ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 ってゆっくりこう左右に揺れながら落ちていくんですよね。それがシミフォールなんです。でこれをやってもらうと、今までこう巻くだけでは反応しなかったようなバスがそのシミフォールしてフォール中にこうコンって出ると、そういう使い方もできるんで、非常に面白い使い方がいろいろできるようにデザインされてるん でもちろん最近のね、ルアーハードルアーにはダイワさんのテクノロジーでサクサスフックっていうのトレブルフックもついてますし、本当にね、すごく魚の口にしっかりこうガチってかかってくれるようなフックがついてますんで、こうね巻いててもしっかりとこうロッドにプルプルがくるんで、まあ、周りからねこうしっかり魚を寄せて釣ることもできますし、まあ、バイブレーションが、まあ、ウィードだったりねそういう障害物にこうコンタクトして、まあ、リアクションバイトもしっかりとこう誘うこともできると思うので、非常に皆さんが使いやすいバイブに仕上がってるんじゃないかなと思うんで、まあ、ぜひスティーズバイブ一回使ってみてください。はい、スティーズバイブです。ダイワの名作といっていいバイブレーションシリーズを、スティーズでさらに良くしました。まあ、使うレンジはまあ水深で言ったら10センチから2メーターぐらいまで幅広く使えるんですけれど、まあ、バイブレーションということで、まあ、よく飛びます。まあ、これはいいんですけれど、スローに巻いても非常にバイブレーションよく手元に伝わるぐらい
水かみが良くて、速いスピードからスロー・リトリーブ両方とも対応しているっていうのがこのスティーズバイブの特徴かなと思います。あとは障害物に当たった時に、バイブレーションどうしても引っかかりやすいんですけれど、少しこう弾いてきてくれるような、こうリアクションバイトを誘発してくれるような、そういった、アクションを感じるのがこのスティーズバイブの特徴かなと思っています。カラーパターンも何種類もあるので、例えばクリアウォーター、マディウォーター、ステインウォーター、それぞれあのフィールドの状況によって、カラーも変えて、そのバイブレーションに合った水の色を探しながら使いやすいっていうのがこのスティーズバイブの特徴になっているかと思います。名作中の名作スティーズバイブレーション、まあ、すごくバランスの取れたバイブレーションになってます。早弾きでもいいし、それこそリフト&ホールの市民ホールでもいいし、とってもね使い勝手のあるバイブレーションがこのスティーズバイブです。でね、僕今こういったね壁際をバーって流してるんですけども、なんでバイブかって言ったら一定層をキープしやすい、一定層を早く巻きながらもキープしやすいからです。なのでこういったようなね、もうちょっと食いしぶってる時なんかにこうバーって早く巻いてバイブレーションでリアクションバイトさせるというようなする方は、もう TD シリーズから受け継がれているこのスティーズバイブかなうものはないかなっていう感じですね。バイブレーションってねすごく曖昧で、なんか使うタイミングって意外とないなっていうイメージの方多いんですけど、僕はね このスティーズバイブ使うときは市民ホールで使うことが多いです。で市民ホールっていうのは、要はこうバイブレーションをホーリングさせたときにこうゆら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 こう前傾姿勢で泳いでいくんですけど、そのアクションがザリガニなんですね。野池とかでもね水草ってあると思うんですけども、その水草に引っ掛けた後のホーリングの揺らめきでザリガニを演出して、バイトさせるっていうような釣り方はとっても有効で、もちろんねスティーズバイバーただ巻きでも有効なんですけども、そのリフト&ホールした時のホールの指定がすっごくいいんで、ただ巻きではなくてこういったようなストロークで上げて落として、で上げて落として、もうほぼ 100% ホーリング中にひったくるようなバイトがあるんで、まるでねワームをやってるような感覚で使えるバイブレーションがこのスティーズバイブになってますね。あとなんて言ったって飛ぶよね、それが気持ちいい。もうバキューンってもう気持ちよく飛ぶ、それがスティーズバイブ。おお、いや